高身長イケメン。すいません、ど定番なこと言ってしまって。おっちゃんはどういう？本当に結構気まずいんですけど、保育園の頃から好きな人3人ぐらいいました。バイ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 。幼馴染のこと好きやった時期もありました。あるよね。ないの？やばいよね。絶対みんなある。全員にするって何？思わせぶり行動するの？しませんよ。あーしないで。遠くから見て、あーいいね、あいいねぐらい。誰ですか？どこかっちゃったんです。もう赤と付き合ってあげるか。そういうことですね。今回ははい、誰がイチャイチャし始めたらミヤちゃんはどういう反応をするのか。今回なんと1日ではドッキリ終わりません。まあ、なんと3日間仕掛けていきたいと思います。やばいよ、3日間ってすごくない？やばいね。いやー、ミヤちゃんもどう思うんでしょうか。こんな3日間うちらがイチャイチャしてたな。まずお菓子あんとかしたりね。それではレッツゴー。先生、レベルが高くさ、あ、今やってる。めっちゃいくない？昼ごはん、お菓子そう、昼ごはんの後の口直し。あ、これじゃない？口直しってさ、意味悪いに知ってる。間違えない。あ、感じ。
言葉の切り替えをしました。ちゃんと座って、ちゃんと聞きたい。じゃあ、どう？本当？ちゃんと聞きたいから、ちゃんと言って。照れ隠しらしい。はい。わかりました。まあ、今日もドッキリ頑張りましたね。うん、ありがとう。そうですね。え？はい、楽しかったですね。めっちゃ可愛いの。気難かったね。最後深刻だったもん。あると思ってた。間違いない。どうでしたか？最初のちょっと聞き方が徐々に多くなってきた。でしょ。そうね、あの足枕とかしたし。そう、膝枕。ははは、2日目が異常だった。あの100均のおそろい指あったからね。そうなの。気づいた。100均の100均なの？あ、知らなかったの。ないっしょ。じゃあ終わる。うん、この動画がいいと思ったらなんだ